はい、そして私が名古屋三之助です。皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということで8月一発目になりますね。だよ、はい、ね、先週まであの江戸時代の方まですごい人がいて、はい、そう、すごい盛り上がっとったんですよ。盛り上がっとったね、はい、本当に。まあ、それで週明けていざ来てみたらね、はい、この閑散具合よ。いやいやいや、大丈夫かよ、江戸時代商店街。いやいやいや、大変だぜ、おい。祭りの後の静けさですよね。でも知ってます、あの次の日、江戸時水没しました、ね、水没したんだよ。そう、ゲリラ豪雨があったでしょう。まあ、どのくらい行ったんだろう、膝下ぐらいもうこの辺まで行きましたからね。ああ、そう、この辺も全部水没。そうそう、低いからこうそこで水没してもね、新聞にも載りましたから、新聞載ってたね。そうなんです。まあ、うちはね、なんとかの階段の方2階だからさ、はい、あの事なきを得たけれども。そうなんです。皆さん大丈夫でした？大丈夫だった、ゲリラ豪雨。もうなんか電車も全然止まったとか、ね、そうなんです。すごいよね、あれ。3日間くらいもう雷がすごかったですね。すごかったからね、もうとてつもない雨で。そう、大丈夫でしたか皆さん？大丈夫でした？雨降られなかった。ちょうどでも今ね、もう全然関係ない話した方がいいですか。僕ずっと思ってるんですけど、雷鳴るでしょ、雷で。いや、もう正直今日来たお客さんに教えてほしいんですけど、雷鳴った時にキャーっていう女の子って、あれほんま？本当？あれほんま？あれほんまだ。そんなわけないだろ。そう、俺ゴキブリとか幽霊がキャーはわかる。わかるの、うん、ちょっと気持ち悪いもんと未知なるものやから、うん、雷は音や。驚くんだろうね。そうそう、キャー、あれほんまなんか。俺俺が見た中で一番本当に怖いんだなって思ったのは、もう涙流したから、うおーって。それはほんま、それは絶対ほんま。そう、今女の子であることを忘れただろう、お前。そうそう、っていうのは本当に怖いんだな。それ絶対ほんまやと思うけど、あのキャーはちょっと、まあでもそれに対して男性はやっぱ可愛いと思ってしまうから。思うのかな、うん、思ってしまうよな。もうキャーって言う人言わない、みんなあれなの、うおーって言う、うおーの方。それから何も感じない人かな。まあ男性はあれね、ちょっとキュンとくるから、あれ雷ホイホイって呼ぼうかなと思うんですけど。ホイホイじゃ雷呼んじゃうじゃないかよ。そう、いやいや、と思ったんですけど、まあ、すいません、関係話してもらったけど、座長今日新しいやつですね。あ、そう、あの昨日これね、あのホースで3000円で買ってきた。いや、それ聞いて、それ聞いて安いじゃん。それ聞いて安くて、そんな風に見えへんけどね、8月から一新して、あの浴衣です、これは。いつもね、はい、あの浴衣じゃなくて合わせ着てたりするんだけど、暑いからさ、はい、もうとてもじゃないけど、はい、俺が着てるのは米表で2000円で買ってきたポリの浴衣なんだけどさ、はい、暑くてさ、ポリは暑いんです。暑いんだよ、あのポリ化学繊維 の、はい、あの着物合わせて着るとさ、もうなんかくっつくし暑いし、もうなんかベタベタするから、ね、浴衣にしたり、はい、ね、100% です。まあ、今日からなんでね、これ。そう、もしよかったら写真とか今 OK で、写真も OK で、動画も OK なんで。そんな大して浴衣じゃねえから大丈夫、はい、撮っていってくださいね。これはもう水着まで3000円で行ってください。どうぞどうぞ。いいよいいよ。はい、ちなみにね、あの撮ってる間ちょっとね、聞いといてもらいたいのがですね、8月になってね、あの8月イベントといたしまして、あの月パスっていうのが、はい、販売されました。8月の月パス、月間パスですね。1回入場料3500円なんですけど、今日ですね、あの8000円、出していただいたら何度でも8月中は来ていただけるということになってます。月間パスが販売されました。ですがね、あの月間パス2回目以降はですね、あのドリンク代の500円だけは入場料としていただきますので、よろしくお願いいたします。ぜひね、皆さん月間パスの方も、ご利用くださいませ。はい、ということでサンザタイムはこれにて終了でございます。はい、月間パスはもう今日から発売です。はい、今日から発売です。はい、あのもうサンザ来たらもう元取れちゃうからさ、はい、あの買ってたらバンバン来てください、ね、ぜひよろしくお願いいたします。はい、あ、今日来ていただいた方、初めての方もね、はい、きっといらっしゃると思いますので、はい、ここで名古屋座の楽しみ方を、ね、はい、少しお話しさせていただきたいと思いますので、よければお付き合いください。はい、今お手元にですね、はい、白い小さな塊が、白い塊持ってますか皆さん。3つずつ多分渡されたと思うんですけど、はい、そちらはですね、実はなんとアメちゃんなんですね。ちゃう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 、飲食可能やけど、
なんかこんな手作り感満載の飴食いたない絶対飴ちゃんじゃないんです。中にはね、はい、食べ物は一切入ってません。実はそれおひねりなんです、はい、おひねりです。おひねりってご存知ですか？ご存知ですか皆さん。小さい小銭をね紙にくるんでこうキュッとひねってた塊にして舞台にもタッパーな役者に投げるんです。ある意味チップですね。チップ簡単に言うとね、はい、チップ、それをね、投げて役者を応援するっていう、こう昔からね、はい、日本にはそういう芸能の文化があるんです。はいはい、今でもねその、岐阜の山奥の地下向きとか、はい、そういうとこ行くとね見られるんですけど、そういうのがねなかなかもう今名古屋市内で劇場でやっちゃうとね、はい、すぐ怒られてつまみ出されちゃうんですね、はい、そうなんです。舞台に向かって物投げないでください、はい、怒られちゃいますが、おひねりはですねもうこの名古屋座劇場ではないのでお好きに投げてください。はい、バンバン投げて、その本当はね中に 小銭が入っててお金上手でバンバン投げるっていう効果があるんですけど、はい、まあね小銭を本当に投げちゃうとこの距離でやるとね危ないんですね。はい、危ない。全力でね500円のバーン投げたり、そう当たると、特に後ろから投げた人の前の人に当たったらね痛いですからね。痛いんですよ結構、はい、なので当たっても痛くないものをご用意いたしました。はい、当たっても痛くないものということはですね、はい、一番前の方後頭部で後ろから当たりますので先に謝っておきます。すいません痛くないので大丈夫です。はい、できれば後ろの方も放物線を描いて、そう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 、山なりにね、はい、投げてもらうというふうに、ね、そのおひねりをですね、はい、役者に向かってこう役者がバシッと舞台上で決まった時とかね、あ、かっこいいなと思った時に投げてもらいたい。そうなんです、ね、それを3つ、おひねりねご用意いたしましたので、それをバンバン投げてください。はい、そうなんです。ただですね、そのおひねり投げてもらうのはいいんですけど、無言で投げるとちょっといじめられてる気分になるんですね。そうそうそう、ちょっと試しにこいつに無言で投げてみてください。お姉さんが一回投げてもらってますよ、はい、よーって決めました、ドン、はい、無言で投げて、ぶつけてな、ぶつけてな、お互いに切ないよな、切ないよね、お互いにウィンウィンじゃないよな、なんかね悲しい気持ちになるでしょ。うん、だからおひねりを投げるのと同時にですね一緒にやっていただきたいことがあるんです。はい、それは何かと申しますと、大向こうでございます。大向こうご存知ですか？歌舞伎とか見に行ったことがある人は聞いたことがあるかもしれませんけど、役者が出てきた時によっ待ってましたとか、よっ日本一とか ね、声をかける、大声を出して声をかけるっていうのは大向こうって言うんですよ。はい、だから大向こうこれ一緒にやってくれないね、こう投げるときにねよっ日本一って投げてもらう。そうするとね結構楽しくなってくるんですよ。そうこの空間がね、ぜひやっていただきたいです。ただね、その大向こうをやっていただきたいんですけど、いろんな細かいルールがあるんですね、いろいろと。例えば大向こう、男性しか行っちゃいけないとか、ね、うん、本当はあるんですよ。とかね、一番客席の後ろの人しか言っちゃいけないとか、はい、いろんな細かいルールがあるんです。あるんですけれども、そのルールは一切無視して大丈夫です。もう好きなタイミングで好きな言葉を言ってください。はい、なんかもう野望を言ったりもするんですよ。例えば、中村やとかね、成田やとか言ったりする。まあ、ここ名古屋座なので、名古屋座って言ってもらえば大丈夫です。うん、もうその好きなタイミングでね、はい、言ってもらえればいいんですよ。ただね、大声を出して応援してくださいと、こちらからお願いしてもですね、なかなかやってくれないんですね。いきなり朝一でやれ言われたもいい、ね、そんなもん出へんわ、まだ声も出ないし、さテンションも上がってないからね、うん、ということで、はい、ここでちょっとおんこの練習をしてみましょう。練習してみましょう、ね、おんこ練習して声をパッと出してですね、いざ本番に向けて声を出す練習を今からしますので、はい、ぜひ皆さんお付き合いいただきたいと思います。よろしいですか、今から声出しますからね、はい、でこの距離でやってます、ね、一人一人の顔が見えますので、はい、やってなかったらすぐ分かります。似てるでー、似てるでー。ということでじゃあね、段階を踏んで、はい、ちょっとずつ声を出していきましょう、はい、ということで第1段階目さ、はい、第1ステップいきます。いいですか、猫背になってください。猫背、猫背、猫背になってうつむいてください。小さい声で構いません。ボソンとボソンとさんでつぶやくぐらいの声でボソンと、名古屋座なので名古屋座って言ってください。低い声でいいですよ。いいですか、いきますよ、せーの、名古屋座。いいですね、葬式かいいですよ、いいんですよ、今日やばいね、今日やばいね、すごいね、いいよ、この負のオーラが漂ってる。でもね、声出してくれたから、そう、まずは声を外に出すっていうのが第一段階なんですからね、今皆さん声出してくれたのもう第一段階クリアです。簡単でしょ、はい、じゃあ次第二段階いきましょう、ね、一番最後に小さい筒つけてください。今やってもらって一番最後の小さい筒をつける、小さい筒をつけると、どうなるかというと体にキュッと力が入るんですね、うん、いいですか、キュッと力が入るとどうなるか、俺らちょっと一回やってみますか、ちょっと僕らだけでね、いきますよ、せーの、名古屋座。あれね、楽しなんだ、上がってくるやろ、あれれれれ、上げるつもりなかったのに、体にね、力がキュッと入るから肩がグッと上がるんです。
これをね、ぜひちょっと今一回やってみてください。そうなんです。もしちょっと上がんなかったらわざとやってくださいね。そうね。いいですか？今日大人、あ、そうやね。いいですか？いきますよ。猫背になって下うつむいて小さい声、小さいつを忘れずに聞きます。せーの、名古屋座。あ、俺なんか全員が肩が上がる。すごい。今日は優しいで、素直な人多いで。みんなが揃って肩を肩上げると、もう可愛いです。5回目のね、5回目と。じゃあもうこれで第2段階クリアです。ほんまですね。早速ね、第3段階もう行っちゃいましょう。行きましょう。右手貸してください。右手口の横に当ててください。横に当てて。で右斜め上向いてください。斜め上。でこれが大事。アホの顔してください。アホの顔してください。アホの顔ですよ。とことんまでアホ。あかん、全然まだ綺麗やね。綺麗ね。可愛いで、お姉さんも可愛いで、まだまだ。綺麗な顔して。斜め上見てへんで。いいんですよ。斜め上見てアホだから。アホじゃないことは俺ら大丈夫、もう十分承知でございます。大丈夫ですよ。大丈夫です。アホの顔してください。全然してください。いいですか。アホの顔になったら。あ、いいですね。だいぶアホですね。アホの顔してますね。したら声のトーン1個上げて、名古屋座って言ってください。ね、一番最後小さい声忘れずにね。いいですか、いきますよ。せーの。名古屋座。いいですね、いいですね。それで、はい、その声でいいです。でもっと大きくしても大丈夫ですよ。もっとどんどん大きくしてもいいし、うん、名古屋座じゃなくてもいいんです。例えば俺ならね、俺名古屋三座ぐらいなら、三座って呼んでもらえる。三座って俺が出てきたら、よっ、三座って言ってもらえればいい。うん、ね、っていう風に好きなように言ってもらえればいいんです。ね、言いながらおひげにバンバン投げてください。もうもちろん野心当てちゃって大丈夫です。ただ目だけはちょっと勘弁してくださいね。バンバン当てながら、大向こう言いながら、まあ、飲み食いしながらですね、この名古屋さんを楽しんでいただければと思いますので、はい、ぜひよろしくお願いします。はい、ここでね、一個だけ大向こうのコツをちょっとお伝えします。はいはい。これね、あの歌舞伎でよく見られるこの大向こう、一個ポイントをつけることです。ちょっとそれっぽくなる。それっぽくです。ぽくなる。それっぽくなる。それはね、うんから始める。うん。うんから始めるとそれっぽくない。ちょっと一回俺がやってるから聞いてみてください。名古屋座ね、ぽいぽいでしょ、ぽいでしょ、ぽいでしょ。何っぽいかどうかっていうのはご自身の判断にお任せしますけど、それっぽくなるんです。ぜひこれで、ね、合わせてやってください。これ上級編ですね。そうです、うん、であの、まあ、今日ね、こん結構そんなに人数がたくさんいるわけではないので、一個だけ注意点がある。はいはい。例えば誰かが大向こうをやろうとしたんです。はい。その時に一番悲しいことは何か。誰も言わないことなんです。そう、そうするとね、一人だけ言い出した人はどうなるかというと、そう、待ってました、待ってました、お、そう、こんな感じ、そう、うん、ね、待ってましたってこうなったら誰かがボンと言ってくれると、ね、その人助かるから、助けてあげてください。そう、いいですか。それで誰かがね、待ってましたとかね、名前だとか言おうとして手術者になったら臨床してください。臨床あと追っかけて、ね、言ってあげてください。それをね、あのまたさらに追いかけて誰かに言ってあげてください。そう、 そうするとね、会場がどっと盛り上がるので大丈夫です。この人数でもね、すごく楽しいものになるわけですので、そうそう、ぜひこの名前という空間をですね、一緒に楽しんでいただければなと思いますけれども、はい、今日はあれですよ、人数そんなに多くなく見えるでしょ、はい、これで満席ですからね。満席ですよ。これ満席ですよ。満席やね。満席なんですよ。これ、まあ、座布団空いてるんですよ。これあの皆さんが使ってもらえるスペース開けといて。お姉さん、寝転びながら見ても大丈夫ですからね。開けといたんですから。一個後ろに回って足伸ばしても大丈夫です。大丈夫です。全然大丈夫。油断して見てると偉い目に遭います。そうそうそう。ほんまです。はい。それではですね、またこの後も30分ありますね。はい。エンドショーというかぐるっと回ってもらっても大丈夫ですので、はい、おひねりガチャ回してくれても大丈夫です。はい。はい、革のシートチケットをですね、あの座布団の上に置いていただいて、置いていただいて、貴重品だけご自身で書いていただければ、表出ていただいて、ここに手荷物置いていただいても大丈夫です。はい。1時までに帰ってもらえます。はい。1時に、開演いたしますので、はい、ではその。何でも天狗のメニューをいろいろ持ち込んでもらっても大丈夫です。なんかおすすめある？おすすめ、うん、今日ですか？今日、今日は、何やろ、あそこ、あ、今日サンザさんのね、ロールケーキ、マミーズさんがね、今日サンザのおすすめのね、紅茶とホワイトチョコロールでした。そう、ホワイトチョコのね、うん、ロールケーキめちゃめちゃ美味しいんだ、はい、すぐそこのね、出て左行ってすぐのマミーズさんって、あの赤い看板のね、うん、喫茶店があって、そこはね、美味しいロールケーキがあるんだよ、うん、今日座長おすすめのやつです。そう、あの紅茶とホワイトロールのケーキって、まあ、1ロール300円です。300円です。300円だからこう手で持って、ね、食べ歩きできるような形で、あの持ち込んでもらって大丈夫、はい、どうぞよろしくお願いします、はい、ということで、我々また、名古屋歌舞伎の準備に入りますので、また皆さん後ほどお会いいたしましょう、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。